激励書が届いております。ディープ63キロ契約の戦いになります。1ラウンド5分2ラウンドです。東京はニューピアホールからお届けしています。ディープ東京インパクト2022セブンスラウンド、これから行われます戦いは第8試合です。木下翔介とそして久保田大斗の視線、こちら木下、赤いリストカラーです。青いリストカラーが久保田。ラウンド1、さあ始まりました。63キロ契約の戦いです。左のハイキックを出していきました。青いリストカラー久保田。63キロなんですね、なんかでかく見える。そうですね、大きく見えますね。左のローキックを放っていこうとしています。すごいテーピングいっぱいね、そうですね、巻いてますけど、そして一方赤のリストカラーが起動しています。オーソドックススタイル、サウスポースタイルが久保田。この間合いなんですが、はい、ジョビさんどうでしょう。まあ、左のハイキックは久保田、ここからどっちが行くかですよね、やっぱ前に行った方が僕有利と思うんで、はい、少し前に出ましたが久保田。そして一方左ハイキック、いいハイキックですね、そしてタックル入ります。タックルめっちゃ高い、左を刺していきました久保田。今のハイキックは良かったですね、タックルも良かったですけど、はい、木下先生腰重いですね、ちゃんと対応できてる、はい、そして相手の内側、足の内側に今手を差し込もうとしました、うん、木下。これだったら、ね、左足で相手の右足を、久保田選手側は借りたいですけどね、主に2種類しかないとこの状態でテイクダウンで、はい、足を踏んでいきます。なるほど、ここで体勢を入れ替えるか、ケージに押し付けていきました赤の木下。さあ木下は左を深く刺しています。結構木下選手、フィジカル強そうだな、なかなかテイクダウンするの簡単でなさそう、また回す。さあそしてナイス落ちがり、ここでテイクダウン、はい、そしてバックを取った、バックに回り込んだのは久保田。まず足入れないと話にならないですよ、なるほど。さあバックを取った、右足をかけてきました。右足を入れるんだったら 右手が上でたすきかけ、なるほど。ちょっと向こう側見たいところでありますね。左腕は今相手の脇の下に差し込んでいますが、みんなこれほとんどそうなんで、どうクラッチしかしないんですよ、はい、これを右手を上にしたい、ね、この右手ですね、で右の手首を隠したい、はい、足入れるまでここまではいいんですよ、はい、でもどうクラッチなんで、バックを取っています。さあそして足をキャッチして、ナイス、寝かせていきます。久保田いいですね、ここ大事にしたい。さあここからカウント払っていく、いや、一旦抑え込みたい、一旦キープ潰していった。さあそして立ち上がる、そしてバック、木下立ち上がりました。どうクラッチなんで結局キープできないんですよ、たすきがけで足入れないと、はい、ですからそれではあの右腕をとにかく相手の肩の方からですね、はい、これ僕よく言うんですけど、ここでねジャーマンとかしたって結局一緒なんですよね、はい、どうクラッチしてる限りは、はい、ここね後ろに引き込んでたすきかけしたいけど、木下選手はこの状態本当によくない、はい、ここでたすきかけ、ここでたすきかけ、はい、できてる、いいですよ、できてますよ、今このできてる、けさがけに今バックから手をかけています。なんか僕の声が聞こえてたみかのような、もう、いいですね、今日結構ジョビーさんの声も通りに動くシーンもありますよ。今右手上になってるじゃないですか、これいいですよ、これでキープできるんですよ、で今ね手首を掴まれてるじゃないですか、はい、右の手首を、はい、あっと今たすきが外れました、あこれ返されちゃうんですよ、これ一回こうなりますと手を離したい、だから手首を掴まれるからこうなっちゃうんですよ、だから右の手首を隠したいんで自分で、はい、あのなるほど、自分の左手で自分の右手の手首を隠す、なるほど、そうなんですね、そういうことしてないから手首掴まれちゃうんですよ、で手首掴まれたら本当にきついですよ、これ、はい、これかなりあの右手一回離したい、今右手を担いでる形になっています、木下一回離して、タスキをかけて、またタスキに戻して右の手をかけていきました。これわかります。今手首持たれてるじゃないですか。そうですね。これがまずいいですよ。はい。ですからあの左手で、そうなんです。リストからの今自分としては自分の右手の、そういうことなんですよ。手首ですね。はい。本当に超上級者それ絶対やりますから、はい。それをしたいところでありますが、この左手今パンチを放っていきます。だから適当にクラッチしてもダメなので。また手首掴まれ、相手に掴まれているこの手首を左手でキャッチしたいところでありますが、40人で行ってるんで、まあ一旦これで落とし際は気をつけろ、キープできる、そうですね、前に落とそうとしている木下ではありますが、ただ4のジロックで
組みついています。久保田左のフック、まあ手首掴まれたら痛いけど、まあまあでもこれ殴ったらいいですよね、はい、左のフックねじ込んでいきます。いいっすよ、さあいいっすよ、パンチを放っていく顔面に。これ結構ね疲れるんですよ、まず乗られてることが、あの木下選手からしたら、じゃあ木下翔介としたかで体力削られている、結構削られます、残り30秒になります。最終ラウンド、さあ助け上げにしたいところでありますが、久保田この右手をまたたすきに持っていこうというところでありますが、しかし今ここで外れました。もうこれもキープでいいと思う、一旦久保田選手は、残り時間15秒です。バックを取っている久保田、そしてお互いにパンチを放っていく、久保田左、左のストレートを出しました。久保田タイト、第一ラウンドが終わっています。首をかしげた木下翔介、下もね、体強いんですけどね、このままでは良くないですよね、まず後ろ向きすぎ、はい、腰は重いけどね、そして一方の久保田泰斗としては、あのバックを取って、はい、その後たすき掛けにするシーンもありましたけどね、そうですね、まあ、だから手首をでも掴まれてるのが気になるんで、そこだけ隠したいですよね、はい、とにかく自分のこの手首を反対側の手で覆うという形、そうなんですよ、やっぱり手首なんですね、手首が本当に上手セカンド、実は久保田泰斗は3年ぶりの復帰戦ということになります。そうなんですね、実はあの2018年10月以降3連敗だったんですね、それにしたらいいな、はい、でそして2019年の12月以来の復帰戦を今回迎えることになりました。まあ、はい、いいけどこれ。ローキックを放っていきました。インロー、木下。そしてフェイントを見せる久保田。久保田はこれ絡みせようのよくないですよ。はい、でもね、これ久保田にアッパー当たると思います。あ、そうですか。久保田にアッパー当たると思う。構え的なアッパー当たると思う。あと膝とかでしたから。なるほど。左ストレート。これ膝とか当たると思うんですけどね、僕教室で言ったら、はい、なるほど、僕がセコンドなのそれ言いますね、はい、さあ木下がこの打撃ではプレッシャーをかけていく、右のフックを出していきました。右ストレート、久保田選手右ストレート、左打ったらいいと思うけどな、打ち合う必要ないと思うんですけど、はい、そして左ボディ、いいですね、ボディストレート、はい、踏み込みを見せました。そして関節蹴りを見せるのは木下、フェイントをかけていきます。久保田泰斗、3年ぶりの試合、この3年間しっかりパワーをつけてきた、実力の違いを見せたい、必ずチャンピオンになる、そう意気込んだ久保田、これでいいと思う、久保田選手は組んだ、しかし離れました、久保田選手はこうやって切りながら前に行きたい、でも1ラウンドは完全に捉えてるんで、そうですね、なんとかこれ盛り返したい、これもジャブでいいんですよ、はい、久保田選手も焦らずに、でたまに右を打つ、なるほど、でもこれプレッシャーかけれてるんでいいですよ、右のストレートボディ、いい、ミストレート、いい、これタックルとか警戒しながら前に行く、はい、左のジャンプ、久保田選手が組みたい、はい、うん、いいですよ、どんどんキロスペースになって、回しを通している久保田、頭を傾けながらサイドステップ、ちょっと疲れたんじゃないかな、ミック、ナイスヒック、ミストレート、カウンター左、ちょっとタイミング当ててきてる、ミドルキック、スーパーマンパンチ、ナイス、スーパーマンパンチ、そして2タップ、ちょっと遠い、そして足をキャッチしています。これね、木下選手後ろ向く癖あるんですよ、はい、ここ、これだからバック突かれるんですよ、また同じことになっちゃう、これまだ後ろ向いてるんですよ、足を取っていますね、そしてこれ、まあ、ここは後ろから久保田、これまた同じようにしたら終わりですよ、ね、オッケーオッケー、向き合った、今整体しました、この整体した形、ただ両方刺されてる、これは結構きつい、もろ差しですね、もろ差しの体勢に入りました久保田泰斗、そしてこの体勢から足を踏んでいきます。ファイナルラウンドを迎えている両者の戦い、これと悪い癖やな、前転していきました、あ、上取りたい、木下選手、そして上を取るか、木下、僕はもう離れていいと思うんですよ、木下、またこれ付き合うからこういう時間になっちゃう、再びまたもろ差しの体勢になりました久保田、もう木下選手はもう負けてるんで、今度言ってる時間ないんですよ、もう突き放したかった、鼻からの出血も見られます木下、久保田選手はこれでいい、もう時間稼ぎたい、これで、結構疲れてきてると思うね久保田選手、なるほど、足を踏んでいきます、残り時間2分10秒です、まあ投資時間を使っていこうと、離れたい、なんで木下選手このまま組む、さあボディに離れ、膝離れたらいいのに、膝蹴りを放っています、時間がマジで持って何時間の時間これ、組んだままですね、膝蹴りを放っていきます、
ってこれテイクダウンしたところで、はい、もう時間もないですからね、絶対打撃の方が俺はいいと思う。なるほど、なんでこれ付き合う。さあここは組んだ状態になっています。さあクロー、今良かったですけどね、バックアンドブロー。さあここ行きたい、久保田選手、久保田選手は組みたいですよね、もう時間稼ぎたい、それでいいと思う。そのチャンスを狙っているでしょうか、久保田。さあ打撃でプレッシャーをかけていこうとして、また突き放したらいい、突き放したらいい、もったいない、なんでこれ付き合っちゃう。そうですね、今左を差しています、木下、崩していく、崩したところで何になるのと思ったんですけどね。そして回り込んでいこうとしている崩した、離れた方がいいと思うけど、ダンス強く狙ってるかも、まあ、でも勝負行きたいですよね。そうですね、どんな形でもいいんで決めに行きたい。残り時間1分です。崩した選手はすごいダンス強くがね、はい、決めれるいい体勢なんですよ、もしくはバック。そうですね、お膝、膝、膝でいいですか。膝を放っていきます。立ち上がったところに膝を合わせていこうとしましたが、しかし山下選手放し、突き放したらいいのに、突き放して打撃でいったらいいのに。ここは組み替えていきました、左を差しています。ほんと久保田選手からさ、ありがとうって感じと思った、もうこの形になりました、久保田ですね、うん、そうなんですよ、はい、時間稼げばいいだけなんで、久保田さん、はい、足を踏んでいきます、両者残り時間30秒、大内コーチ、大内コーチを見せる木下、しかし左、大内狩り、あいつ離れる、この離れ際、ヒルとか行きたい、はい、これいいですね、いいですね、はい、もう一回行く、離れました、残り10秒です、残り10秒、残り10秒、残り10秒、組めばいいよね、ま、回るか、サイドに回るか、いいですね、これでいい、タックルだ、これでいい、ほぼ次の状況ですね、この状態、グラウンドの攻防になりますが、試合終了のゴングが打ち鳴らされました。いや、これはジョビンさん、はい、まあ、久保田タイトとしては、はい、まあ、自分の一つやりたい形と言いますか、はい、本当に木下選手が何をやりたいか分からんし、久保田選手からしたら本当助かりましたよね、自分の形に持っていったという、うん、はい、持っていったというか持っていかせてくれたというか、持っていかせてもらった、本当何がしたいのかよく分からなかったです。やはりあの木下翔介としてはやはりスタンドの攻撃に持ち込みたかった、うん、持ち込んだ方が、しかも勝機がもう なかったですからね、ただ腰重いですけどね、木下選手、タックルの対応とかいいけど、やっぱ後ろ向きすぎ、はい、多分ね、バックが得意なやつと練習してないと思うんですよ。あ、そうですか、なるほど、だから多分大丈夫なんで、練習ではこういうことやっちゃうんですよね。ジャッジが19秒、マストハンディより青久保田だ、マジマスト、ジャッジ島田19秒、マストハンディより青久保田だ、マジ19対19ですね。完全に久保田選手だったと思ったんですけど、ね、まあ、判定勝利を収めた久保田タイトです。3年ぶりの復戦を勝利で飾りました。そして見事勝利でございました、久保田タイト選手には、まあ、でも本当にあの3年間試合がなかったっていうのも不思議な感じがしますよね。久保田選手は良かったですよね、努力臭い戦い方がすごい良かったと思う。そうですね、改めてデイズ様より勝者とのフィギュアズを提出します。現在33歳の久保田大斗です。そして一方敗れたこちら木下翔介、白い歯が見えました、久保田大斗笑顔です。3年ぶりには思えなかったですけど、このパフォーマンス、ね、まあ、でもあの練習はもしかしたら続けていったのかもしれませんけれどもね、すごい、でも頑張った、かつてのディープフューチャーキングトーナメントバンタム級で優勝した選手でもあります。まあ、あの過去白川陸斗にも勝ってますし、ああそうなんですね、ディープで7連勝を飾った時期もありました。ただ2018年の10月以降なかなか勝てず3連敗、そして3年前の12月以来の今日が復帰戦ということになりました。まあ、あの、はい、このディープ東京シリーズに関しましては、はい、そういった大型連敗だったりですね、あの本当に苦戦を強いられてきた選手たちが再起する場でもありますからね。でもいい場ですよね、それはね、すごいいい試みとして、復活のチャンスが与えられる大会でもあります。多くの応援団も駆けつけてきていることでしょう。久保田大斗、3年ぶりの復戦勝利で飾りました。